はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、これです。今日はこれを初めてじゃないかね。上はまあよくあるよ。これ龍馬漬け、龍馬漬けまだまだあるから。でこれが天ぷら、ごぼうのね、野菜もちゃんと入ってるからね。この龍馬漬けも野菜でしょ。でちょっと気使う、考えバランスが考えられてる。でこっちは唐揚げ、これね美味しいんだよ。これ豚肉ね、豚肉焼いたやつで、こっちがこれも納豆、あ納豆ちょっと醤油、あまああんだけでいいか。でこれ下が今日はねご飯じゃないんだよ、普通のご飯じゃないの。普通のご飯なんだけど、これ焼き飯、具なし、あの焼き飯。あーだけ出てきた。ご飯に醤油、その他調味料、オイスターソースとか、まあ、そのやつです。いただきます。さあ、まあ、こ米からいこうかね。米から、うん、もうこれだけでも味がしっかりついていて、そりゃそうです。キジマの味付けはね、うん、うん、美味しいね。久しぶりに焼き飯作ったけど、これいいね、美味しいね。これだけも入れるよ。で天ぷらね、うん、天ぷらやっぱり美味しい。天ぷら好きだね、ほんと。あー、龍馬漬けもいいわ。音聞こえるかな、龍馬漬けいいよ。うん、ほんとに、うん、この天ぷらはごぼうの天ぷらだから、ごぼう巻きの、うん、こっちはもう半分以上飲んだ。作りながら、これを作りながら飲んだ。これは、うん、飲んじゃった。うん、やっぱり肉は、うん、うん、豚肉おいしい、好き、ほんと豚肉好き。唐揚げ美味しい、うん、好き、ほんと鶏肉大好き、もう肉大好き、ほんと肉のことが大好き、木島は。うん、美味しいね、うん、取れた？納豆いいね。納豆は健康にもいいって言うじゃない。どういうあれでいいんでしたっけ、納豆は。血液サラサラ系ですか。そこにこうマヨネーズ先生がこうね入るわけだから、さらにこう健康に良くなるわけですよ。そりゃもうもちろん、うん、あ
こうやって、うんうん、あー天ぷらもいい、あ、臭やっぱり前の先生が加わると、あーいいね、パワーアップするね。で、そこの唐揚げなんかはさ、もうほら糸引いて唐揚げ、納豆、マヨネーズ、あー、うん、はい、うん、うん、やっぱり唐揚げとマヨネーズは合うんだよ、ほんとに。誰がなんて言ったって必ずついてくるよね。あなたとあなたはいつも一緒だねって、それぐらいのことですよ。昔僕らはね、そういうのをね、よくね、セットって言った。昔僕らはよくそういうのをセットって言った。いや、あった。あ、今どうかね。うん。梅干し、しそ、うん、代表的なセットかね。必ず梅干し買ったら中にシソが、シソの葉っぱ入ってたでしょ、昔。今どうですか。そういえば木島がもう何年も梅干しを購入する生活から遠ざかってるな。どうなってんだろうな。今どうなってますかね。梅干しとシソは今でもセットでいますか。あの二人は今までも幸せに二人仲良く一緒に暮らしてますか。梅干しさんと納豆さん、あ、納豆じゃない、梅干しさんとしそさんは、うん、そういえばね、最近考えたこともなかったからちょっと気になっちゃって、人前でゲップするのに行儀悪いよっつって引っ張られるわ、うんな、怒られるよ、本当に。ダメですよ、ごめんなさい、でも我慢、うん、うん、今焼き飯のちょうど一番美味しい味付けのところに口の中入ってきた。これはうん、あ、うん、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。